フューチャーコンバットシステムはアメリカ国防総省と陸軍がイラクやアフガニスタンでの対テロ戦争など非正規軍も対象とする21世紀型戦闘への対応に向けて進めている総額1600億ドル規模の兵力近代化構想未来戦闘システムのことである。同システムは戦闘車両や無人偵察機、戦闘ロボット、電子装備を身につけた兵士などを 情報通信ネットワークで統合、運用するもので、地上部隊の戦闘能力を飛躍的に向上させるものと期待されている。FCS ネットワークで、ネットワーク化された部隊は、無人偵察ヘリコプターや持ち運び可能な無人偵察車両、GPS などを駆使して収集した敵の情報を、兵士のヘルメットの前に装着された小型画面や、戦闘車両にリアルタイムで送信し、 双方向にて情報を共有することにより、最小限の人員で敵に有効な打撃を与えることを目指している。また、車両の軽量化などにより有事即応体制が高まり、紛争地域への投入、実戦展開に要する時間が従来の3割も短縮できるとされる。FCS を構成する一部兵器の開発が遅れており、費用が当初見積もりよりも膨れ上がる懸念も出始めていた。 2009年4月、国防総省における2010会計年度、国防予算発表の記者会見において、ロバート・ゲイツ国防長官が打ち切りを発表。現在は FCS に代わって、旅団戦闘団近代化として、グラウンドコンバットビヒクルの開発へと移行していたが、2014年に中止された。蒸気の他にも多数のサブシステムが含まれるとされる。ありがとうございます。